はいどうも皆さんこんばんはということで今日も動画の方やっていきたいなと思うんですけども、今回はですねまあ今ね寝ているうちのおチビたちにちょっと珍しいおやつをプレゼントしてみたいなと思うんですよ。それがねこちらの商品なんですけども、ドギマン林さんが出しているこれねお米ボーロっていう商品なんですけど、純うるち米 100% のこれ、映像でも書いてあるけど無添加のお米のおやつなんですよ。珍しいよね。あんまりなんだろうね、ペットショップとかでまあポピュラーで見かけるアイテムではないのかなとも思うんですけども、だからこそねすごい非常になんかあげてみたいなと思う商品なんですけど、だから今回はお茶碗にお茶碗に入れてねあげてみようかなって思って、この可愛らしい食器を準備したんですけども、本当にねふわふわでサクサクな感じのおやつなんですよ。かといってなんだろうね、うるち米の風味感が全くないのかっていうとちょっと違って、食べてる様子を見てるとちょっとねもちもち感もありそうな、ちょっと水分を含むとお餅じゃないお米感があるような雰囲気のあるおやつなんですよ。だからすごい珍しいよね。これもねインターペットに行かせていただいた時に、買ってきた商品なんですけども、いやこれいいな、しかもなんか無添加だしお米だしなんかどんな反応するかなと思ったんですけども、最初のくるみっちの反応はかなり慎重になってた反応でしたね。だけどまあこれは食べられると認識してからは非常に美味しそうに食べてましたね。なんだこれってなんかそんな感じの表情をしながら、サクサク食べてましたね。でもね多分ちょっとお餅っていうかお米なんで水分をちょっとねハムスターのまあ口の中の水分をちょっと吸うとちょっとぼちっとするのかなっていう印象、だからまあ本当に大量にあげることないと思うんですけども、頬袋の中に大量にこう入れちゃうぐらいの量をいっぺんにはあげない方がいいのかなと思います。まあ大丈夫だとは思うんですけどね僕もこれ動画なんでこうなんかそのお茶碗の中に入ってるご飯っぽく3つあげてますけども、実際にあげてるのは1つで、この後ね取るんですけど、だからなんていうのかな、大袋の中でベタベタしちゃうのはあんまり良くないかなと思うので、そうだね、最初は様子見てあげるといいかもしれないですね。まあ大丈夫だと思うんですけどね。一応そういうなんだろう気になったところもまあ実際に上げてみた感想としてね感想を言うのもありなのかなとも思うんでね、それを聞いた人がじゃあ上げすぎないように一個一個上げてみようとかってねしたら、なんかそういうなんか頬袋の中にこうペタペタしちゃったっていうのも減るからさいいのかなとも思いつつ、でこの子たちはこの子たちでこういういい美味しい商品おやつを食べられるので非常にいいのかなと思いますそうだからまあ動画的に3つねあげてますけども、実際にあげるときは1個ずつあげるっていう感じですね。そうだから頬袋にねポイポイ入れ出したらもうお皿取ろうとかって思いながらも撮影してたりとかもしてたんで、この時もねそういや可愛いね可愛いですね。これね美味しいんだと思うんですよね。すごいパクパク食べてたんで
なんだろうね、サクサク感もありつつ、ちょっとしたお米の本来のお米の本当にほのかに変わる甘香る簡単で香ほのかに香る甘みみたいなものもおそらくあるんじゃないかなって思います。ハムスター甘いの好きだからね。そう、甘みを感じると、うーん、こうして食べて甘みを感じて感じるとじゃなくて、甘みを感じてすいません失礼いたしました。感じてね、食べてくれてるのではないかなと思いますね。うん、じゃないとね、こうやって結構長い時間、初見のものを食べるっていうことをね、あんまりしないんですよ、うちの子たちはね。そうだから結構味を気に入って食べてるのではないかなと思ってます。飼い主の僕のこの子たちを見た、感想としてはだってさ、後ろでなんか作業しててもさ、ちょこちょこ食べてたもんね。で、大事なものを置くところに置いてるよね、置いてるか、なんかね、持ってってるんで、気に入って食べてたのではないかなと思います。さあ、綿菓子ですね、早くちょうだいって言ってるんですけども、この早くちょうだいが可愛くて、ちょっとしばらく続きますこれは本当に一譲りですね。この早くちょうだいをよくやるのが綿菓子と花なんですけど、他の子たちもまあやらないっていうことはないですけど、すごいこの二人は特にやるのよ。それがすごく位置に似てて、まあハムスターの中でもちゃんと、なんだろうね、遺伝子のようなものというか遺伝子が存在してるんだなって思ってますね、今回の動画には全然関係ないですけどね、お米とはね。まあでもなんかちょっとしたそういう一面で感じるのよ。さあ、これ撮影前だったかな、みんななんか可愛かったからちょっと載せてみてるんですけども、そう、いい感じに寝てたんで、突然寝てる時にお米あげたらどんな反応するのかなと思ったら、みんないい反応してくれましたね。はい、ではまた、ありがとうございました。